ある日僕は青色のクジラと会話をしていた。彼は僕を蔑むように敬いながら時に嘲笑っていた。彼女はずっと無であった。最近僕は引きこもっている。だってほら、ここだって僕の家だろう。家イコール星全体である。家イコール星にない。ホワイトなブラックジョークはよしてくれゴリラ。僕はこの星にありカピバラはここにない。これが情に溢れた無情であり輪廻転生の儀の放棄である。だからどうした？ある日僕は僕と会話していたような気がしないでもないんだけど、その日は気分が悪くて絶好の日だったから最悪話せないでも話せばいいのではないかと考えたかのように見えた。私のことを見ていたその生命体は涙を流さず泣いていた。その姿を見て僕はいやらしいなぁと思いながら世の中の変人にカツを入れる用意をしそうな素振りをしなかった。そんな僕を僕は許せなかったみたいでカツを入れた。おいお前、僕はお前が好きだから嫌いだ。さっさと死ね。ただし長生きしないと許さないぞ。我ながら言い合いの告白だった。だからどうした？そうだ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 。僕はこんなに幸せなのだ。僕は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 こんなに幸せなのだ。僕は幸せなんだ。他のみんなと世界が違っても。いいか、カシー。お前の過去に何があったか、私は調べるつもりだ。私の食いかけをお前は残さず食べた。食べ慣れてるかのようにだ。お前はその手のいじめにあっていたんじゃないのか？そもそもいきなりこの学校に回されたのはなぜだ？隣町で起きた例の事件と何か関わってるのかお前。僕は、騙されたんだ。いじめられてる女の子を救いたくて、カウンセリングを担当していた。その話もう少し詳しく頼むよ。放課後にいじめられてるらしくて、だからわざといじめっ子を誘導してもらって僕が教室に後から乗り込もうという案が出た。その次の日の放課後予定通り乗り込んだところいじめっ子たちはそのいじめられっ子に生ゴミを食べさせようとしてたんだ。当然その子も耐えきれずに嘔吐していたよ。僕がやめろと止めるといじめっ子たちはなんて言ったと思う？なんて言ったんだ？その子が今嘔吐したものをお前が食べきったらやめてやるよって言ったんだ。僕は、優しい先生を目指してた。子供らの自殺を減らしたい。不登校の子を支えてあげたい。大げさだけど世の中に貢献したい。だから僕は、カッシー先生、それ以上言わないでいい。嫌なことを思い出させて悪かった。お前はすでに十分すぎるくらい優しい先生だぜ。私みてえな野蛮人と会話してくれてんだからよ。焼きそばパンの件は悪かった。今度飯でも食いに行こうぜ。私の優しい先生さんよ。